私に従うしかないの。あんたは闇の中4年間ぼんやりと夢を見てるようだった。それはよかった。これでようやく終わるのね。あんたのくだらない男の愚痴を聞かされるの。世界を滅ぼすってエレンの声を聞いた。そして突然私は外に放り出され、本当に壁の巨人が。その足元も見なよ。ああ、何度も聞かれるから考えたよ。人を殺すことは褒められることだった。いや、世界を救うとかどうでもよかった。あんたたちの事情はアルミンから聞いてる。今なら答えてくれる。母親の浮気相手がエルディア人だったとかでね。生まれて間もない時に親に捨てられた。そんな私を収容所で引き取ったのは、全てがどうでもよかった。私は、男にとって私は戦士になれるかどうかの価値しかなかった。男の目的は私をマーレの戦士に鍛え上げて。だから私はどうなってもよかった。そうなるまでに痛めつけられた分を男に返した。私は男が望んだように強くなり、二度とまともに歩けない体にしてやった。あの時までは自分を含めて命というものに価値があるとは思えなかった。どこの国の何人が死のうが生きようが、名誉マーレ人の称号も全て捨てていいから帰ってきてくれと泣きながら懇願した。帰ってきてくれと男は膝をついて私に謝った。父の元へ帰るためならまた同じことをやる。もう全てがどうでもいいとは思わない。私はこれまでに、そして私と同じように他の人にも大事な人がいる。うん、全ての硬質化が解かれたのなら兄が復活した可能性も。やめなよコニー。汚ねえ食い方。4年ぶりのパイなんだよ。あ、兄兄がパイをむさぼり食ってる。行こう。誰かこっちを見てる。起きな。落ち着いてライナー。安心してください、みんな味方です。世界を救いに。それであんたたちに殺せるの？やっぱりね。エレンを殺せるの？あんたにとってエレンより大事なものなんて考えたこともないだろうからね。マーレに故郷を持つ私たちがエレンを殺そうとするなら、あんたらはエレンを守るために。あんたの気持ちはよくわかる。私もエレンを止めたい理由は一つ。あなたも随分と調査兵団を殺したそうですね。ついでに。わかった。
もう兄者のように喉へ。あんたの命をこっちが握ってるからでしょう。私がマルコから立体起動装置を取り上げた。だからマルコは巨人。私は私たちにとっちゃ故郷を攻撃した敵なんだけど。いいや。どうしてそのために巨人の力もあんたたちの武器も全て使う。じゃあどうするの？教えてくれる？そう、つまりアズマ人を守りつつ作戦を教えて。教えてよアルミン。そうなんでしょう。あんたたちならあの日壁を壊すことを選ばなかっただろうね。そうね。そもそもあんたたちにはこんなこと付き合う義理なんかない。一瞬で肩がつくか、しくじって飛行艇を失うか。何も手出しするな兄ライナー。いや、たとえ地ならしが。私は降りる。エレンを殺そうとするのを。あんたは最初の疑問に戻るけど、あんたにエレンを殺せるの？もう私が戦う理由はなくなった。もう戦いたくない。あんたと黙って見てられる。Don't.